最強ビール最強つまみ第2弾ということで、これいいじゃんで、卵かけご飯作ります。ビールも、また飲むか。飲んじゃうか。残り4缶か。うわ、無濾過がたくさんある。無濾過だらけ。無濾過ビールだらけ。これにしよう。ベアレンビア、ザ・デイ。ドイツ産レッドバクが使用した美しい赤色が特徴。ホップにはジャーマンカスケードを使用し、コクのある味わいの中にホップの風味が効いた飲み応えあるビールです。未来豊穣はね、まあ経験として。で、まあ、うまいビールを飲むっていうことで2本目いきます。これがうまいかどうかはまだわかんないけど。赤い！いただきます。最高。最高。なんかトマトみたいな、なんか風味があるな。赤いからではなく、コクのある味わいだな。すご、面白え。このビール面白え。なんかビールが多数置いてる居酒屋で働いた場合は、これおすすめします。これ、結構珍しい味のビールがあるんですよって言って、これ勧めます。こちらの商品、ベアレンビールザ・ディ・イノベーションレッドラガー。いかがですか？普段と違うビールを味わうことができます。断言できます。いかがですか、お客様。こちらのビール、変わり種となっております。素晴らしい。じゃあ、このこれいいじゃん開けましょう。これいいじゃんの購入方法をセブンで買う。セブンで売ってました。埃をかぶってね。開けちゃいましょう。パカッ。なるほど。匂いこんな感じか。おすすめの食べ方。冷ややっこにかけたい。卵かけご飯にかけたい。卵かけご飯にかけて食べます。今日食べるのはこちら、ファミリーマートご飯直火炊き製法 180g。 これもしうまかったらもうずっとこれにします。なんか今佐藤のご飯系インスタントご飯がなんか10倍ぐらいの需要になってるらしい。需要10倍。太陽神さんもびっくり。これね、あれだね、スプーンいるよね、スプーンがないんだよね。スプーンがないからまずい。これはまずい。スプーンがいる、スプーンが。まずい、まずい。小さいスプーンが家に一本もないんだよね。
まずいな。スプーンがいる。とりあえずヨードラン光。7月13日。今日何日？過ぎてんじゃん。過ぎてんじゃん。今日何日？ 14 とか？あ、過ぎてました。ドヤ顔で過ぎてました。やば、スプーンがない。スプーン。スプーンがない、スプーンが。あー、あったあったあった、よかった。よし、スプーンありました。で、卵かけご飯でこれいいじゃん入れて食べるという内容なんですが、どうだろうな、なんか特にないね。それでは、とりあえず卵かけご飯作ります。180g の玉、180g のご飯。20g、普段食べてる砂糖のご飯と比べては 20g 少ない。これがどうかっていうところがあるけど、まあ人はご飯だけで生きるにあらずなんで、180g であろうと問題はない。直火焼きうんたらとか言ってるけどね、佐藤のご飯が結局うまかったらもうそっちになるな。うまいもの重視。ただ混ぜるのは成功した。すごい簡単に混ざった。うん。面白いな。卵かけご飯作りやすいご飯だわ、これ。卵かけご飯作りやすいご飯きた。じゃあこれいいじゃんかけていきます。どれぐらいかけるかわからん。どれぐらいかけていいかわからんけど、まあこれいいじゃんの中身はどうなってるかというと、こんな感じみたいですね。何が入ってんのこれ。これいいじゃん、とりあえず適当にかけますか。はい、これぐらいでいいでしょう。これぐらいにしてきます。半分ぐらい使ったかもしれない。これいいじゃんってさ、すごい気になって買ったんですよね。この万能中華調味料。サムネかも。とりあえずまだ拡大します。これを、サムネにします。さあ。いただきます。どう？
口食べて感想を言います。もしかしたら醤油がいるかもしれない。醤油必須です。カツオ醤油かけて卵かけご飯にちゃんとしました。ちょっと今のは濃感、もう一回食べます。結論から言うと、これ以上は大したことない。でも大したことないっていうのは、個性が薄いんで、いろんなものに合うっていうのは確かだ。これ味変の部分だな。味変。なんかこれいいじゃん単体で。これ以上単体ではちょっと成立しないけど、これはあれですね。ちょい足しありだな。いろんなものに合うわ。塩味サクサクガーリック油ベタベタみたいな感じ。うまい。買っていいっていうか、買った方がいい、これは。何にでも合う。なんかね、これ以上だけで成立するわけじゃなくて、普通に、卵かけご飯だったら、卵と醤油。プラスこれいいじゃん。じゃないと成立しない。だから、冷ややっこって書いてあったけど、冷ややっこと醤油、そしてこれいいじゃんみたいな感じだと思う。これいいじゃんだけじゃ多分成立しないと思う。でもこれありじゃん。すんげえあり。普通にブーストされる。普段の料理。味変の革命だ。開けたら冷蔵庫とか書いてある。開けたら冷蔵庫。特に海鮮後は冷蔵庫に保管。賞味期限5月20日のやし。まあ捨てるか。捨てよ。ダメだ。まあ結構食べたし、よしとしましょう。まあね、安物食べて腹壊して病院で
2、3000取られるとかって考えたら食べない方がいい。これいいじゃん、うまいわ。マジで。そしてビールもうまい。苦味が少ない。味が変わってる。なんかオンリーワンなビール作るとナンバーワンになる可能性あるんです。ビールってうまい。やっぱね、ビールって最高だね。こう自宅に帰るときにさ、もうビールがあるわけ、冷蔵庫に。まだ飲んでないビール、まだ飲んでない種類のビールが冷蔵庫の中にあるという、この幸福、幸福よ。で、忘れた頃にまた過去に飲んだビールを飲んで思い出すという幸せ。これいいじゃんは、食べるラー油より流行ってほしい。正直言って食べるラー油の上位互換だわ。食べるラー油はね、ちょっと幅がね、狭かったんだよね、あれは。これいいじゃん、全然あり。ガーリックのサクサク度とか、その、日本人向けの味付けとかがすごいうまい。これ以上普通に流行ると思うわ。でも過去に一回桃屋が流行らせちゃったから、食べるラー油っていう商品で S&B とか、だからなんかそんなに話題になんなかったかもしれないけど、これいいじゃん、めちゃうまい、うまいよこれ。この補佐的味付け、これはねでかい。完成品にかけるものっていう、いや、そう思います。仕上げとかじゃなくて、味変なんだよな。一回ちゃんとしたものを作って、そこに乗せるみたいな。これはうまい。あっぱれ。このビールもあっぱれ。うまかった。とりあえず、未来豊穣より前にしとくわ。うまかった。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。